ソフィア飛行中のソフィア、NASA の遠赤外線天文学生総圏天文台を搭載予定の747で1997年に行われた試験飛行。まだユナイテッド航空の塗装で、機体後部の黒い四角の部分に望遠鏡が格納される。2007年4月26日、ソフィアの初飛行、生層圏赤外線天文台は、アメリカ航空宇宙局と、 ドイツ航空宇宙センターの共同計画による飛行天問題である登録記号 N747 宇宙研究大学連合は1996年に NASA からアメリカの担当部分である観測装置の開発、運用と管理を委託され DSI がドイツの担当部分を管理したソフィアは高度4万千フィートの清掃圏に赤外線観測用の2.5メートル 反射望遠鏡を運ぶための航空機で、ユナイテッド航空の定期便であった、ボーイング 747SP から改造された、地球大気に含まれるほとんどの水蒸気の上に到達することができ、また地球上のあらゆる観測ポイントに移動することができる。機体後部側面のドアから望遠鏡による観測を行う。当初は1から655マイクロメートルの赤外線。 観測装置と0.3から1.1マイクロメートルの高速光学観測装置など9つの観測装置を装備する。ソフィアの最初の科学的目標は惑星の大気及び地表の研究、水星の構造、進化、構成の研究、生漢物質の科学及び物理学的研究、構成及びその他の天体の蘇生に関する研究である。ソフィアは エドワーズ空軍基地にある NASA のドライデン飛行研究センターを基地としている。飛行準備が整えば20年間に週3から4日のペースで観測のためな夜間飛行を行う予定とされていたが2014年3月に発表された NASA の2015年度予算案で観測予算の割り当てが認められなかったため新たな進展がなければ2014年10月以降は 観測運用はできなくなり、格納庫で保管されることになる予定。ソフィアは直径2.5メートルの反射型望遠鏡を用いており、直径2.7メートルの主鏡は赤外線用のものとしては最大である。ソフィアの望遠鏡は今まで航空機に搭載されたものとしては最大のものであり、地上設置の観測装置と比較しても中規模のものである。このプロジェクトには、 主教を素早く再考とするためのモフェットフィールドのミラーコーティング施設も含まれている。望遠鏡全体の組み立ての責任は DLR で航空機に関する責任は NASA にある。望遠鏡の製造は課題はドイツ、主教はフランス、副教はスイスとヨーロッパの企業に下請けされた。ミッションごとに一つの変更可能な科学観測装置を望遠鏡に取り付けることができる。 一般的な観測目的のために二つの装置が利用できる。さらに研究者は特別な目的のための観測装置を設定し組み込むことができる。ソフィアに用いられている航空機はボーイング 747SP である。パンアメリカン航空によって1977年5月に運用を開始された SP は 通常モデルよりも長距離の飛行に適した747の特別な短縮ボディバージョンを意味している。パンアメリカン航空はこの機体を著名な飛行家、チャールズ・リンドバーグにちなんで、クリッパー・リンドバーグと名付けた。この機体は、リンドバーグの未亡人、アンモロー・リンドバーグにより、個人的に洗礼を受けた。リンドバーグの歴史的偉業である1927年の、 ニューヨークパリ間の大西洋単独横断飛行50周年を記念して1977年5月6日に運航を開始した。1986年2月にユナイテッド航空がこの機体を購入して n ノ 145UA となり9年後の1995年12月に退役させた。NASA はソフィアプロジェクトのためにこの機体をユナイテッド航空から購入した。 この機体は飛行天問題としての新しい役割のために L-3 コミュニケーションズインタグレイテッドシステムズ社によって大改造を受けた。別の 747SP の一部を利用したフルサイズモックアップが作られ改造の準備と確認に用いられた。ソフィアの諸女飛行は2007年4月26日に行われた。試験終了後には航空機は エドワーズ空軍基地から移動し、エバーグリーン国際航空によって、モフェットフィールドの NASA エームズ研究センターで運用、及び維持されることになっている。2007年5月21日、リンドバーグの大西洋単独横断飛行80周年を記念して、この航空機は改めてクリッパー・リンドバーグと名付けられた。ソフィアは最初の地上テストを2004年8月18から19日に行い、 ポラリスを撮影した。2006年2月、NASA はスケジュールの遅れと予算超過のためプロジェクトを見直しすることとし、その作業を中断した。NASA はソフィアの開発を継続するために乗り越えるのが難しい技術的及びプログラム上の問題は存在しないと結論付け、2006年6月15日にソフィアはプロジェクトの再検討の状態を脱した。 2007年12月には飛行中の望遠鏡制御の技術的試験を開始した。2009年12月には初めて望遠鏡ドアを開けたままの飛行が行われた。これは飛行中の望遠鏡周辺の空気の流れの影響を見極めるためのものであった。これについで2010年5月には初めて飛行しながらの天体観測に成功した。この観測には コーネル大学が開発したソフィア微光天体赤外線カメラが用いられ、波長5.4マイクロメートルと37マイクロメートルの赤外線で木星が撮影された。2013年4月11日にソフィアは100回目の飛行を行った。ソフィアは2010年から観測運用を開始していたが、2014年2月末にようやくすべての観測機器が揃った。しかし、 その11日後に発表された2015年度予算で観測に必要な予算が認められなかったことが明らかになった。ソフィアは NASA が80%の予算を出し、残り20%はドイツが負担している。1990年代半ばから開発、運用にはすでに1.25ドルビリオンの予算が投入されていた。ソフィアの年間運用経費は 約80ドルミリオンで、その多くはジェット燃料とパイロットの維持費用、関連スタッフの人件費であり、多くの天文学者たちは1時間あたりの科学、観測費用の高さには不満を述べていた。ありがとうございます。